歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハギ、パーシモンハギでございます。楽に。ああ、もう動画撮るたんびに私が言ってんのに、私が楽にやれてない。っていうのを、先日の笠間桜ラウンド動画を編集してて、すごく嫌になったので、練習です。本当は練習場行って動画撮ろうと思ったんですけど、なかなか行けないので、ここでいいやと。私の原点ここなんで、ここでいいやっていうことで練習をしていきたいと思います。あと意外と、球筋見えない方が、力みを取るには全然いいので、とにかくもう力みたくないんですよ、本当に。こう、頑張りたくないの。頑張りたくないの。今のも頑張ってた後遺症でちょっとこうやって当たってんの。もうそれがすごく嫌なの。もうここで、スパンとこう行ってほしいの。もうちょっと感じ的には、こう、とにかく遅れたくないんですよ。遅れてんのがもう力みの証拠なんで、遅れたくない。もっとだなぁ、もっと。これでもこう入ってきてるから、そこのちょっと修正。まあアドレスでやっぱり、だん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 左がこう、入ってきて左が張ってきて右肩下がってっていうところもあるんだけど、まあそこもある。そこもある。そこも大いにある。その辺を修正するには、まあもちろんトルネードスティックの素振りも大事なんですけど、やっぱちょっとこの球打つ動きの中でも修正をしていかないと、修正というか調整だよね。本当に。私自分で何つってたっけな、この間動画の中で。調整か。調整でいいのか。スイングを整えるっつったのか。まだ調整と一緒なんだけどね。もうね、飛ばすとかいい球打つとかじゃなくてね、とにかくね、このクラブを自分の思うものがままに扱えるようになりたいのよね。クラブを。まあ、アプローチでもね、こうやって低くこう、トーンと行きたいっつって、体行き過ぎちゃって、完全なゴロになっちゃったのが一発あったから、もうそこなんだよね、そもそもはね。こういう、ほんとこっからなんですよ。まあこれも9時3時ぐらいになっちゃってんだけど、自分の中のイメージでは、まあ8時4時ぐらいで振ってんだけど、この動きなんですよ。で、この動きを、もうちょっと、閉じていかないで、フェースの上を球がつるっとこう行ってくれるようなイメージをちょっとやって、それをやると、この、うん、いい感じ。ここが、私の生命線と言っても過言ではない。これが私が年中やってるチョン打ちの元です。ここはね、やっぱね、今レッスンしてる地元の後輩、後輩くん、うまいんですよ。最近コンペでね、2回続けて優勝してるんだって。うまいんだけど、で、アプローチではこういう動きできるけど、ドライバーになるともう全然ここはなくなっちゃう。こういっちゃって。で、これがすごい大事なんですよ。これがっていうのは、この、ここ。これがみんなやれないんですよね。なんでやれないかっていうと、多くの人はやっぱね、右でこうなんか振りに行っちゃっておかしくなっちゃって、ここはなくなっちゃう人が多いですね。左腕の存在がなくなっちゃう。なくなってしまう。ここで。これ別に左腕を突っ張ってるわけじゃなくて、アドレスした時ダラーンと伸びてますよね、と。そのダラーンと伸ばした状態のまんま、こう振っていってるだけ。なんですけどね。この動きがベースになってくんだけど、こればっかりやってるとこっちが強くなりすぎちゃって、ちょっとずれちゃって、この間も頭叩きのチョロが一発あったけど、そこを整える。さっきのだとちょっとこう、胸を最初から左向けて、やってたんだけど、
この今のこのフェースの面をちょっとこう、まあ下抜けはしないんだけど、閉じて当てるんじゃなくてそのまま当てる動きを、このオープンじゃなくて、足はオープンでもいいんだけど、胸を正面に向けた位置でこのままやる。ノーマルバージョン。これをやって整えとかないと、いや、チートダフるんだよな。これだな、手出ちゃうの。さっきのオープンスタンスのだと、ちょっと手出ちゃっても、オープンに構えてるから当たるんだけど、これどうしてもヒールが引っかかっちゃったの、今のも。これが嫌なのよ。まあ、これが嫌だから、コースではどっちかを極端にやってるんですけどね。フックかスライスかっちって。うん、でちょっとこう、この構えでの、うん、これは上から来すぎちゃうんだよな。この構えっていうのは、左を、肘を中に入れて、左肩若干下げといて、で、インサイドから入れてきてるんだけど、これだとインサイドの上から来すぎちゃってるから、そこを、ちょっと、修正を、したいと思って、ここで撮ろうと思ったんです。今の良かったね。やっぱアドレスのこの塩梅だな。この塩梯。ほんとこの塩梅。ちょっと、うん、ちょっとこれはね、左肘邪魔だったな。でこれが右からフックと思うと逆にね、左を下げて中に入れてこうやって振るから、左が邪魔にならないんですよ。こうしといて、フックって言うと、これで、フックって言っても、インサイドアウトの、こう、上からインサイドアウトになるから、ここまで振っちゃえばね。そうすると、これを、ここが支点みたいな感じになって、下になって、こうやってもう、くるんっていくから、いいんだけど、まあ別にいいんだけどな、それでな。それとこっちと合わせてやってりゃ、この真ん中は別にいらないっちゃいらないんだけど、ほんとさっき言ったちょっと整えるという意味で、まあこれでフックだよね。フックのイメージで、フックだよね、ということでいいんだけど、もうちょっと目線が右に残ってないと、ちょっと左寄り気味だからまた、頭叩きが出かねないから。マットがさ、いつも打ってるとこへこんできちゃってるから、もう、元からへこんでたマットだから。まあまあまあ、悪くないんだけど。もうちょっと、こう。もうちょっと。別に悪くないのよ。悪くないんだけど、もうちょっとなんかこう、ちょっと、もうちょっと、まあ、ヘッドを球にどう当てるかしか考えてないです。これだとちょっと、ああ、こんぐらいでもいいのか。結局、どう球を見てるかによって軌道がだいぶ変わってくるので、そこの感じをもうちょっと、あそこの東の7番のロングのサードショットが、でもあれは、まあ、カットになるんだけど、最近この、そっか、ちょっとこっち行きすぎてんだな。もうちょっとこっちで、こっちで、
ちの方が見やすいな。でもこれも日によってだいぶ違うんだけど、このこっち向きで、こっち向きでガツンとちょっとラウンド中とは違う、ちょっとこの当てて終わりじゃなくて、ちょっとそのまんまこうポンとポンと叩かずにアプローチで、アプローチでこうポンとこう柔らかく柔らかくクラブ振り抜いていく感じをちょっとこれでも、やっといて、こっちの方が、こっちの方がまあ気持ち悪くないからな。見てられるんだよね、こっちの方が。この、この、こうしといて、こっからの、おぉ、これよくやったな、この間のラウンド。こっちの方がね、低く上がって低く抜けていけるんですよ。こっちだと上からになりすぎちゃうんだよね。普通ね、インサイドアウトって言うとね、ややアッパーのイメージになると思うんですけど、私の場合インサイドアウトだと上からになっちゃう。こうで、玉に対して、これはいいと思う、今のは。本当の調整ですね、これ。整え。このぐらいでいきたいんだよな。でもやっぱちょっと飛ばそうとしちゃうんだよな。このぐらいで。うわっなんだってもう。アリンコさん、殺さずに済んだ。アリンコさん、向かってくんだもん。そこ危ないな、アリンコさん多くて。こうのこうで、手だけ。ここだけでいいな。手首だけ。あ、これいいね。手首だけ。まあ、手首だけっていうか。手首で、ヘッド動いて、手首が動くだけ。体用なし。手首だけ。あれだ、動きすぎんか。あれだ、動きすぎだな。こういうのがいいや。手首だけ。すげえ構えた。もう構えなんか考えないもんね。まあ、考えないは嘘か。考えてるか。このボールに対してヘッドをこうどうやって当てていくかっていうのを、その当てやすい構えを自分で作る。もうちょっと、こっちに抜けていきたいんだね。その、抜き方も、これはもう完全にフックのイメージ。ティーショットのフックのイメージ。手首でいって、お、いいね。手首でいって、
ブロスと同じ。あの、ミニアイアンの2で抜いていく打ち方はこれ。2でね。2で、チュンって抜いていく打ち方これ。なんだこれ。低く、ポン。すんげえボール。もうカバーが浮いちゃってたの、糸巻きだな。ブヨブヨしてて。この、ポンと弾いていくのと、抜いていくのと、アプローチからショットまでこの使い分け。うん。握ってない。ゆるゆる。こういう練習しとかねえとな。ゆるゆる。ゆる。おい、抜けた。この抜け方いいよ、これ。こういうのよ。こう、切って、スパーン。ああ、いいね。今のいいじゃない、今の。これは完全に球筋じゃなくて、ただの、スイング調整。ヘッドの動きだけしか考えてないです。このジェイズ糸巻きサーリンカバーはブヨブヨしてないね。もうこのボールだともう30年ぐらい前じゃん。96年、7年ぐらいか。30年弱。プラン。あ、いいね。プラン。最近たまにガニ股になるんだよな。でもガニ股になるときいいんだよな、あれ。いいね。こんくらい体動かないといいな、ダウンスイング。ちょっと違うな。自分が振りたい軌道とボールの位置が合ってなかった感じだね。それをラウンド中やっちゃうんだよね。こうだと今のは打ち出しを左に打ち出すイメージ。打ち出しを、ああこれダメだ、もうなんです。逆やっときましょう。調整だからね。この調整大事。前傾して構えてるから右肩が下に来て当たり前なんだけど、その逆をやる。右肩を上げる。よし。体のよじれも治ります。こういうよじれが、ね。よし。よし。よし。なんだこれ、くせえな。
もっと楽なクラブないかな もっと楽なクラブねえかな。やっぱ黄色試さないとダメか。ね、見ていくか。そういう気分で。そういう気分で。お、戻ってきた。すごいね。いいね。よしよし。だいぶ整ったな。サウナみたいなこと言って。ちょっとこの辺、ほうきで履かないとダメだな、これ。きったねー。風呂は欲しいな。よしよし。いい練習になりました。ちょっと今のはダメ。形を作りに行ったね。形を作りに行っちゃダメです。ヘッドクラブヘッド。こんなやって打ってる人いないでしょ、練習場で。よし、いいね。これは力入ってないけど、ヘッドがスパーンっていっていいね。はい、このへこみのボールを、いいね。お、打ったボールじゃないボールが跳ね返ってきたね。黄ばんだボール打ったのに白いボールが返ってきました。よなかなかわかんないだろうな、これな。て、て、て、てというかヘッド。ヘッドがいって、ええー、な、これ。これだ。はい。疲れた。ということで、私、パーシモンハゲのスイング調整でございました。最後までご視聴くださった方、ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。